ウェス・ブリスコは、アメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州タンパ出身。父は、WWE のロードエージェントであるジェリー・ブリスコ。おじは元 NWA 世界ヘビー級王者のジャック・ブリスコ。2008年3月29日、WWE のホールオブ・フェームにて、父であるジェリー・ブリスコと、おじのジャック・ブリスコの、殿堂入りに出席。FCW2009 年。 WWE とディベロップメント契約。参加団体の FCW にて、ウェスブリスコのリングネームで3月20日にデビュー。同日の25人、バトルロイヤルに出場し、優勝を飾った。FCW での試合出場は多いものの、タイトル戦線やストーリーに絡めずにいたが、2010年11月、エグザビアー・ウッズとタッグを組み、デリック・ベートマンジョニー・カーティスから、 FCW フロリダタッグチーム王座を奪取。しかし、翌月に、タイタス・オニールダミアン・サンドーに敗れ王座から陥落。王座陥落後、ウッズとのタッグは解消すると、出番がなくなり、2011年6月にリリースとなった。WWE 解雇後、フロリダを拠点とするフーや、リングウォリアーズに参戦。風では元、 FCW 所属のダコタダーソーとセカンドカミングなるタッグチームを結成して活動するからシングルでは2012年4月24日に大ベテランのフィーデルシエラからフーキヘビー級王座を奪取した7月にはプエルトリコの老舗団体である WWC にスポット参戦し9月にはリングウォリアーズにてリングウォリアーズグローバルタッグ王座争奪トーナメントに キャシディ・ライリーとのタッグでエントリーして優勝し、同座を獲得した。2012年、ティネと契約を交わし入団。10月11日のインパクトレスリングにて、カート・アングルが待機していたバックステージに登場し、カートと会話を交わして去った。ギャレット・ビショフとタッグを組んで活動するようになり、11月には、カート、サモア・ジョーなどと結託し、エイシズ・エイツと交渉。 2013年1月31日、インパクトレスリングにてギャレットと共に、エイシーズエイツに加入。3月10日には PPV である、ロックダウン2013にて、アングルとのスティールケージマッチが行われ、ディーロ・ブラウンの介入により脱出に成功し、アングルから主君の勤防を得た。4月11日には、アングルと再戦するが、ギャレットを呼び寄せて、 ハンディキャップマッチに持ち込んで、アングルを返り討ちにしてみせた。以降、エイシズエイツのやりたい、放題な状態が続いたが、メインイベントマフィアの登場から徐々に追い込まれるように、ナリりユニット間に亀裂が生まれ、9月26日に、ナックスギャレットと組んで、メインイベントマフィアと6人タッグを行い敗戦し、試合後に、エイシズエイツのメンバーから暴行を受け、ユニットから追放された。 この試合を最後に試合に出場する機会がなくなり、2014年1月にティネから解雇となった。ティネ解雇後、再びフーで活動を開始。1月25日、元ティネ所属のマイキーバッツと対戦して勝利した。3月7日、フーヘビー級王者であるマイケルターバーに挑戦して、勝利し、ベルトをダッシュをした。4月14日、 新日本プロレスに参戦することが決定。NWA 世界ヘビー級王座を保持する小島悟氏に挑戦することになった。そして5月3日、レスリングドンタクにて、NWA の会長を務めるブルース・サープをセコンドに従えて小島と対戦。サープの介入があり、フィギュア4をレッグロックで追い詰めたものの、最後には小島のラリアットを暗いゴーチン。敗北となった。 ありがとうございます。